この子ども救急医療ガイドとはどのようなものでしょうか。はい、この救急医療ガイドは、夜間や休日などの医療機関の診療時間外に子どもが急な病気や怪我をした場合、受診するべきかどうか迷うことがあると思います。そういった場合にどのように対処すればよいか判断の目安を分かりやすく解説したものです。例えば子どもの急病で最も多いとされている熱を出した時のページを見てみたいと思います。まず注意してみる点として症状を観察する時のポイントが書かれています。発熱の場合は38度以上であれば特に注意が必要であることなどが挙げられています。続いてフローチャートを下にたどり実際の症状と照らし合わせてみます。左の方を見ますと熱があってもいつもの泣き声で皮膚に赤みがある場合や水分や食事が十分取れている場合などは軽症のことが多いため自宅で様子を見ましょう。もし時間とともに具合が悪くなった場合は症状に応じて受診しましょうといった判断の目安が書かれています。次に中央から右の部分には生後3ヶ月未満の赤ちゃんが高熱の場合や泣き声が弱々しくうめくような場合などはすぐに受診した方が良いことが書かれています。このガイドブックは症状別の対処方法以外にも様々な情報が載っているんですよね。はい、冊子の後半部分には在宅当番員のお問い合わせ先やお知らせサービスのほか子どもの救急オンラインというサイトの情報も載せています。また最後のページには県北地区で小児診療を行う医療機関の電話番号や診療時間などを一覧表にまとめています。このガイドが欲しい場合はどうすればいいんでしょうか。はい、延岡市内の保護者の方々には今月から保育所や幼稚園を通じて配布します。また市役所西側の健康管理センターや小児科の医療機関にも置く予定です。この子ども救急ガイドの他にも2月からは平日夜間の小児救急医療電話相談がスタートするそうですね。はい、現在県が小児の救急医療電話相談を行っていますが土曜日曜祝日の夜間のみの実施となっています。そこで月曜日から金曜日の平日夜間についても独自に電話相談ができるよう準備を進めているところです。詳しくは子ども救急医療ガイドにも掲載していますのでご覧いただきたいと思います。この子ども救急医療ガイドと合わせてこちらの電話相談もぜひ活用していただきたいですね。はい、そうですね、この電話相談は平日の夜間にもできないかということで、呼びかけを行いましたところ地元看護師の皆さんがそれに応えて、可能となった、言ってみれば地域の助け合いの電話相談といっても、過言ではないものです。地域の医療を守るためにはこのような皆さんと力を合わせた取り組みをさらに広げるとともにより多くの皆さんにご協力をいただくことが不可欠となっております。市民の皆様には今後ともこのような地域医療を守るための取り組みにご理解とご協力をお願いしたいと思います。